今日は2021年6月26日です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。そろそろ引っ越しをするんですけども、私はその契約状況を見てみましたら、なぜか勝手に解約されていました。で、今問い合わせ中なので理由は分かりませんけど、まあ結構おかしいなと。私四国出身で今千葉に住んでいまして、その千葉に来た時からですね、まあ来る前からなんですけど、結構おかしいことが多いんですよ。まず、まあ、大東建託ってところに住んでるんですけど、まあ、大東建託が管理をしているマンションに
まあ、騒音がひどいんですよね。でそういうことを訴えても一切何もしないというね。でもう3年ほど住んでおりまして、本当に神経すり減らしながらほとんどリラックスできることもない部屋だったんですけど、まあ、引っ越しするんですが、まあその退去にあたってこれがちょっとずつ準備していこうかなって思って、まずネットのね解約をしようかなって見てみたら、なんかすでに解約されていたっていうね。おかしいっすよね、5月に解約ですって。信じられないなと。何かの手違いであればいいんですけど、引っ越しするまであとおおよそ1ヶ月ありますから、その間ネットができないってなるとしんどいですからね。皆さんそういったことありましたか？なんか普通では考えられないようなことに巻き込まれたりとか。まあ大体そういうのって変なやつらと関わるから起こるんだろうなって思っているんですけどね。例えばその職場でパワハラとか受けるのって、まあ、ブラックだからとかっていうのがあるのと、まあ騒音とかそういうのがトラブルが多いのは大東建託みたいなとこに入るからとかっていうのもありますよね。自分では普通に過ごしているだけなんですけど、なぜか普通にはその生活させてくれないんでしょうね。嫌ですよね、本当に。また会いましょう。